はい、皆さんこんにちは、ちでございます。せんちゃんで太鼓さんですね。やっていきましょう。結構乱れてきましたよね。だもんでちょっともう長いものに巻かれるようにね。で、遅いけどではないか。お茶ね、まあ、大茶会であった中ですからね。あ、それなりか。断りますよ。うん、残念じゃと。人物情報。あ、1か。まあ、ないよりはマシか。茶室に来るかな。茶室に招待。あ、来たわ。じゃあ、ちょっとあそこ行きますか。キオスに。入った。結構キオス遠いんですよね。民家でね。あら、前田さんもなんか皆さん下がってきてるね。茶室に招待。私とのあれがないから、私に出れてないからね、二人ともね。これは厳しいかもしれないね。休養し、あ、違う休養なんかしちゃダメだね。はいと、おご亭主、こたびはと、結構なお手前であったと。はいと、ああ、すまん、その時ではないと。あ、うまくいかぬものじゃなと。さあ、じゃあね、あ、そうだ、一応ね、茶器の製作をしましょうか。もう最近これのピストンだね、ルーチンワークになっちゃってますね。いや、私の中ではね、もうエンディングって思ってんですけど。あ、文林さん、宗神なんだ。あ、文林は宗神さんね。うん、名前をつけましょう。あ、451で、えい、はいはいっと。なかなかそういうわけにはいかないもんみたいですね。さあ外出ましょう。さあ、ここ民家あるのかな。あ、大久保さん、贈り物しちゃいましょう。さあ、ああ、3を送ってみましょう。着手ね。おお、これは素晴らしいと。手合わせしましょうか。よいしょ。ああ、じゃあここは火使いましょうか。まあ、よくよく考えると、いや、使いません。よくよく考えると、信玄をね、呼んどいて待たすってなかなかすごいことですよね。そうか。じゃああなた、茶室に招待しましょう。で、はいと。で、白ね。さあ、どんどんお茶しましょう。それなりね。よいしょ、よいしょ。茶器あげて喜ばないのにね、茶器くれってどういうことなんでしょうね。で、人物情報。あ、まだだね。手合わせ。おお、できるわ。さあ、私を師匠と呼んでほしい。なかなか呼んでくんないのかな。あ、よし、決まった。必殺ね。霞ね。うわ、どっちもヒギ。あ、よかった。なんか使ったんだけどね。おお、来たぞ。あ、裏紙家は滅亡しましたね。おお、弟子来たわ。さあ、違うよ。弟子だったら私の言うこと聞いてくるでしょ。おお、お師匠様ではございませんかと。茶室の招待ね。これで取ってくれると嬉しいんだけどね。で、自宅ね。はい、茶室に行きましょう。はい、信玄さんね。はい、水鏡ね。うわー、やっぱ弟子だからだ、これ。
弟子だからあるんだ。茶器を制作ね。茶入れの分輪で、そう、あ、違った。宗慶さんは何だったっけ。ごめんなさいね。宗慶さん、今すぐ思い出せない。宗慶さんは、宗慶さんは、宗慶さんは、着手の象牙だね。着手の象牙で宗慶さんね。え、に？あ、着、違う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 、あら間違えちゃった。あら、捨てちゃおう。これはいいわ、間違えちゃったね。さあ、じゃあここにはもう民家には、宿の、宿じゃない、商家の人しかいないから、さあ大和郡山城もう行くことなくなっちゃいましたが、いやいや、あ、久しぶり戦いましょう。体力回復させていただきましょうね。よいしょ。わ、避けられちったよ。お、やばい、やばいよ、逃げないと、逃げながらやっていくと。わあ、あ、なんとかなった。危ないね、病気になっちゃったけど、まあいっか。体力6しかないけどね。で、札じゃなく貴重品、薬、もう満金だでね。はい、で、民家。あ、皆さんだいぶ下がってきてんね。前田さん、今度こそ本当だからね。で、あとの人ちょっと、お茶で。あ、信玄呼ぶの忘れてるね。おお、きっと。そうなのね。水野さん、お茶ね。あ、この人、あ、そうだ、忘れてた。水野さん、そうだったんだ。お茶ね。あ、喜ぶ。お、こんなにカンカン入ってくるものかい？村井さんね、お茶。あ、また来た？あ、違うか。さあ、じゃあちょっと信玄呼んできましょうか。ね、信玄呼んできますという言えるとこがいいよね。あ、また来たね。ちょうど体力回復するのには都合がいいんですか。あ、200勝超えましたね。ここだったら火使えるね。連続斬りじゃなくて強襲で、いや、強襲でいきましょう。よし、いい感じ。あ、これもう一回体力回復できるね。さあ、一人の方がいいかな。で、こんな感じかな。ここは一発反撃、いや、防御力をね、かなり上げましょう。うわ、怖いね。あ、甲府の町入っちゃダメだったんだ。信玄さんね。はい、正面からね。で、お師匠様、お師匠様でございませんか。だけど、あんたまだまだ親密度低いから、ちょっとお茶しましょう。ダメだっちゅうの。で、これで読んでいきましょうか。茶室に招待ね。本拠に帰還。え、こんなとこで出てくるのね。さあ、どういっちゃいましょうかね。ああ、弓いるのか。見切ったわと、せんちゃんが言うとすごいよね。ああ、見切れてない、見切れてないね。当てっぺきじゃなくて傷薬ね。あった、あいたたたたたたた。
突っ込んでいかないとね。あ、そういくか。で、ここで止血したいな。よし、いけるね。止血を使っちゃいましょう。はいよ。いや、ほんとね、圧線のね、就職圧線の邪魔しないでいただきたいと。チャイスね。はい、お、ご停止と。はい、はい。これでも断られるの？そうか。能力選ばれるのかな。チャッキー制作ね。チャイで、分輪で。いや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 、ソータンさんじゃないよ。もう一回、なんか連打しちゃった。長次郎さん。長次郎さん、赤だったかな。長次郎さん、あったよね。あ、そうだ、茶碗の赤だ。茶碗の赤で長次郎さんね。あ、5が来た。あー、更新だ、長次郎さん。4から5に上がったよ。え、何、どういうこと？あ、こっか。よいしょ。はい、名前つけましょう。513ぐらいにしておきましょうね。はい。さあ、近所にあれないのかな。近くのね、近くの町に浪人がたんまりいたらいいんだけど。ここすごく出てくるね。めぼしい人いませんか。となると、こっちかな。小物の町にはいないかな。あ、いないんだね。これはちょっとあれでしたね。これ遠回り、だいぶ遠回りにならないんじゃない。あ、ならない。あ、ならないか。あ、いない。困ったね、これ。かなり外れ引いてんね。足利の町。あ、一応いいんだね。斎藤電気棒だっけ。あー、張飛だ。あー、お茶飲みましょう。おーっと、素晴らしいとね。あと、羽賀さん。いやー、ちまった。あ、よかった、断ってくれて。あんた断ってくれてよかったね。あ、まあそれなりに皆さん、ゆうきさんね。お茶ね。うん。あ、全然上がんない。電気棒さんね、あなたお茶、茶室に招待しましょう。で、信玄とね。ぜひ信玄と。いいえ。はい、信玄ね。人物情報。ああ、まだ足んないね、信玄ね。お茶一杯飲みましょう。まだ2しかないね。はい、正面からね。で、あなたは、あ、まだ2か。チャイさんに招待しましょうね。あれなのかな。あなたは長坂、長、なんで、長官なんていうんだろう。おお、いいわ、長坂長官で。能力は低いんですけど、55歳、足柄大将ね。武田家臣、名は、なんだろうね、光に硬いと書いて、三つ剣、なことないか。信玄亡き後、勝頼に禁じした、和人？和人と評されている。長篠の合戦では、信房らの慎重論に反対して追撃を主張し、歴史的大敗北のきっかけを作ったとされる。織田軍が甲斐に侵入すると勝頼を見捨てて逃亡したが捕らえられて殺され、かわいそうな、かわいそうというか、ちょっと見誤
見誤ったんだね。じゃあ自宅。電気坊さん就職できるの？助さんの時もあの人浪人だったもんね。はいはい。あーダメか、何かが足んないんだね。さあ、じゃあ私は薬飲んで、薬を飲んだところで、薬を飲んで茶器を作って、分輪で装置さん来たね。まだ何か経験が足んないのかな。もう6とかできないね。5はできたけど、アコ、アコでいける？そんな単純な名前でいける？ああ使えないわね。ああ、50、500、11、11あったような気がする。12。ああ、あったんだ。じゃあ500、5110、5123にしましょう。はい、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたね。この辺で終わっておきましょうか。センチャーで太鼓さん終わっておきます。どうもありがとうございました。これ本当いつ終わるんだろう。